どうも、沖田祐希です。お願いします。さあ、今日語る作品は、プルート。はい、僕の今年ベストアニメでーす。最高でしたね。いや、僕そもそも原作のプルートがめちゃくちゃ好きで、中学生の頃初めてこの原作の漫画の方を読んだんですけど、当時のおばがね、あんた好きだと思うから読んでみて全巻くれて、当時の俺全然意味わからんかったんだけど、あの時初めて俺の中に切ないっていう感情が生まれたのよ。なんか初めて大人の作品に触れたっていう感覚が自分の中にあって、すごい好きだったの。だから YouTube でもちょこちょこ生配信とかでプルートを知ってる、プルート読んだことあるとか言っとったんですけど、ついに Netflix オリジナルシリーズとしてアニメ化してね、話題になってね、それ勝手に子さんずらさせてもらうけど、やっぱ思い入れのある作品でもあったからね、アニメーションになってもやっぱり傑作だったっていうのが分かって、俺としてはすごい嬉しいわけよ。なんで今回ね、このプルートについて語っていきたいなと。で、前半ネタバレなしで紹介、後半からネタバレありの感想っていうのを喋っていくんで、まだ見てない人は前半だけ見てください。まあ、まずこのプルートを語る上で欠かせないのが、鉄腕アトムっちゅうね、土傑作漫画の存在なんですけど、さすがにみんなも聞いたことあると思う。漫画の神様、手塚治虫大先生が生み出した日本で最も有名なあのロボットよ。でも鉄腕アトムといえば、1963年に日本初のアニメとしてテレビでも放送開始されたっていうぐらいね、そのポップカルチャー史においてもかなり大事な作品になってると。で、そんな鉄腕アトムの中に、地上最大のロボットっていうすげえ有名なエピソードがあって、まあ、これが多分ね、アトムの中で一番有名な話なんだけど、このエピソードがね、まあ、とんでもなく名作で、めちゃくちゃ面白いのよ。ある王様が、史上最強のロボットを作れって科学者に命じて、プルートっていう大量破壊ロボットを作らせるわけ。ただまあ、史上最強っていう定義が曖昧じゃない。何をもって最強と言うんかと。ほんならこの世界にはすでに7体の最強ロボットがいて、この7体のロボットを全員倒すことができたら、それすなわち最強なんじゃないかっていうロジックでね、このプルートは世界に散らばる7体の最強ロボットを次々と倒していくわけよ。ほんならこの7体のうちの1体、アトムっていうロボットがね、このプルートの暴走を止めるために立ち向かっていくと。さあ、アトムはプルートに勝つことができるのか、この戦いの果てに待ち受けるラストとは一体っていうね。もうこれがめちゃくちゃ面白そうじゃん。キャッチーでわかりやすい設定、その中にある手塚治虫さんなりのね、やっぱ戦争を経験したっていう強いメッセージ性っていうのも含まれていて、まあ、未だに語り継がれている傑作なんですけど、でもそっから時が流れて、2003年、この地上最大のロボットというアトムにおいての屈指のエピソードを現代の世にリメイクしようっていうね、果敢なプロジェクトが立ち上がったわけよ。そこで白羽の矢が立ったのが、20世紀少年モンスターズでもおなじみ浦沢直樹さんね。あー、でこの浦沢直樹さんによってね、このエピソードはプルートというタイトルで蘇ってくるわけ。でも出来上がった作品蓋開けてみたらよ、その鉄腕アトムオリジナル版の焼き直しにはなってなくて、もうほぼオリジナルと言ってもいいぐらい浦沢直樹さんの独自の拡大解釈によってとんでもない解釈に仕上がっていたと。まずこのプルートでは主人公がアトムでもなければプルートでもないんだよね。この7体のうちの1体、ロボット刑事のゲジヒトっていうのを主人公にしてると。もう尖りすぎじゃん。人間とロボットが共存している近未来を舞台に、ある日世界有数のロボットモンブランが殺されるっていう痛ましい事件が起こるわけ。この事件を担当することになったロボット刑事のゲジヒトがね、なぜ彼が殺されてしまったのかっていうのを調査していくと、どうやらこの事件、モンブランをはじめ世界に散らばる最高水準のロボット7体がターゲットになってるってことに気づくわけよ。で、一体誰がこんな事件を起こしているんだって犯人を捜査していくと、プルートというね、謎のワードっていうのが浮かんでくるわけ。止まらない負の連鎖に待ち受けていたプルートの正体とは一体ね。だからその鉄腕アトムの方では、プルートを視点で物語が進んでいくから、そのうちにプルート自身がね、一体自分は何のために生まれたんだっていう、そのアイデンティティに目覚めていくんだけど、このプルートの方では、浦沢直樹さんの方では、そのプルートに襲われるロボット側で描いているから、結構プルートって最後まで引っ張られんのよ。これがまあ浦沢直樹さんなりのさ、演出力じゃん。20世紀少年の友達とかさ、モンスターのヨハンみたいな感じで、その犯人は誰なんやっていう、この引っ張りがまずめちゃくちゃおもろいの。で、しかも明らかになっていく謎っていうのも、そのオリジナル版にはない展開なんかが用意されているから、その鉄腕アトムの方を読んどっても全然わかんないのよ。やっぱその浦沢直樹といえば、まあ風呂敷を広げてあんま畳まないみたいな感じで言われがちだけど、俺はやっぱり20世紀少年もそうやし、広げている風呂敷がおもろすぎるから、ぶっちゃけそのラストとか正体とかってあんまピンとこんでも、もうぶっちゃけいいんだよね。もう俺はもうそれまでの過程がおもろすぎたから、だいぶそれで満足できるっていう。だからもうオリジナル版はね、そのターゲット
ト層が子供だから、やっぱこう物語もすごいシンプルになってるし、キャッチーな設定っていうのをやってるんだけど、このリメイク版のプルートの方は、ビッグコミックオリジナルで連載しとったってこともあって、大人向けなんですよね。しかもね、これ連載当時の社会情勢っていうのも作品の中に落とし込んでいて、プルートが連載されとったのが2003年なんですけど、この時期ね、イラク戦争があって、当時のアメリカのね、ブッシュ大統領が、イラクが大量破壊兵器を持っているとして、イラクに侵攻したっていう戦争があってね、まあ、このイラク戦争をこのプルートの作品の中に落とし込んでるから生々しさっていうのも尋常じゃなかったろうし、特にこのイラク戦争はね、日本も自衛隊が派遣されたっていうことで有名で、当時の読者の人たちもさ、関心度がすごい高かったと思うのよ。そんなプルートをそっからまた時を経て2023年よ、ネットフリックスがアニメ化すると、これもね、俺めちゃくちゃ熱いなと思うのが、さっきも言ったけどさ、鉄腕アトムっていう作品は1963年日本初のアニメとしてテレビでも放送されたっていうのがあって、そっから60年の時を経て、今度テレビではなく、また新たな媒体ネットフリックスっていうサブスクで世界同時配信として世に放たれたっていうところもめちゃくちゃ熱いじゃん。でしかもね、このプルート、今回プロデューサーに携わってるのがマリア・マサオさんっていう、鉄腕アトムのアニメの方に新人時点に携わっていたっていう経歴を持っている人で、後にマッドハウスっていうね、コンサドシのね、パーフェクトブルーとかもプロデュースしとったり、その後マッパっていうね、今でもめちゃくちゃ人気のアニメーションをいっぱい作っているアニメーション会社を作ったりとか、そのマッドハウスとマッパを作った人が M2 スタジオっていう、また新しいアニメーション会社を作って、その M2 スタジオで送り出してるわけよ。すごい熱いの。ほんで2023年の10月26日にネットフリックスで封切られたわけなんですけど、まあ元のね、オリジナル版の地上最大のロボットっていうエピソードでは、手塚治虫さんのね、その戦争を経験したものだからこそ書ける戦争に対するメッセージ性であったりとか、プルートの連載当時はイラク戦争があって、それをベースに作っていたりとか、この今2023年の今この瞬間はね、イスラエルでもね、そのハマスによるガザ地区の侵攻なんかもあったりして、60年経とうが戦争っていうのは終わらないっていう、まあどっかこう虚しさなんかも我々は抱えている中で、このプルートがね、全世界同時配信で封切られるっていうところに俺はすごい意義も感じてんのよ。だからほんまにいろんな意味でこの作品は見てほしい。だからまだ見てない人はね、ぜひともネットフリックスでプルートを見てほしい。で、俺もタラタラと作品について言ってるけどさ、このアニメーション版から見ても全く問題ないんで、前情報なしで楽しめる作品にはなってるんで、ぜひとも読んでほしい。で、ちなみに鉄腕アトムの方では文庫版の13巻にこの地上最大のロボットが収録されているんで、それだけ見たいよっていう人はね、13巻を買ってください。で、プルートの漫画はね、全8巻なんで、ぜひともね、漫画の方も読んでみてください。ということで、こっからは沖田のネタバレありの感想を喋っていきます。よっ。もう俺はさ、冒頭から痺れたわけよ。ね、演出、プルートが始まる時のさ、原作コミックスがババ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 ってなって、プルートのロゴバー出てきて、ドゥドゥーンってなるやつ。一回も飛ばさんかったもん、俺。一回もネットフリックスのイントロスキップ機能活用せんかったもん。で、内容の方はね、割と原作に忠実で、これプルートの漫画の方は全8巻なんだけど、アニメの方もね、全8話構成でやってるっていうことから、もうほとんどこう原作通り進んでいくの。で、この8っていう数字もおそらく作中に出てくる7体の最高水準ロボット、プラスプルートの8っていうのを意識して、この8は8巻にしてんのね。まあなんか原作リスペクトを感じて愛おしいじゃん？ただそのアニメはアニメでね、ちょこちょこ原作と違う演出とか原作と違うエッセンスが入り込んでくんのよ。そこの比較なんかもすごい楽しいんだけど、まあ、まずオープニングね、ゲジヒトがね、車でバーって走らしとったら、音楽がめちゃくちゃいいのよ。タラッタッタッタータのやつね。ちょっとこうハードボイルドっぽいさ、もうミステリー調の音楽から始まるわけよ。サイコパスとか、今年のね、名探偵コナンの劇場版魚影の音楽を手掛けた人が今作の音楽もやってるらしいから、音楽も素晴らしくて、ダニエル・クレイグみたいなゲジヒトがバー出てきてさ、で声がダニエル・クレイグと同じ声優さんがやってるらしいんで、もうほぼナイブズアウトみたいな、俺の性癖ドンズバな感じで始まんの。ならやっぱさ、漫画の方には色味っていうのがないから白黒で楽しんどったけど、アニメの方ではこの近未来の世界っていうのがよりこう写実的に描かれてるわけよ。でこの色使いっていうのもね、結構ケミカルというか派手なんだよね。割とこう原作の方はさ、まあシリアスなテーマもそうだし、まあ結構大人向けの感じなの。なんだけどアニメはすごいエンタメ性を重視していて、ケレン味の効いた色使いなんかも結構特徴的だからさ、ゲジヒトのスーツが結構明るめの茶色なんだよね。この俺ね、やっぱ色使いがアニメーションならではだなと思ったっていうか、戦闘描写が
マジで素晴らしい。アトムとプルートの初の戦闘シーンよね。あのプルートがバカでかいハリケーンまで登場するあそこでさ、アトムがそのハリケーンの中にブワーって突っ込んでいくシーンあるじゃん。あそこの、なんじゃこの色みたいな。作画もちょっと不安定になるっていうか、不安定っていうか、結構なんかその、アニメでしか表現できない、すごいもん見てる感覚だけ残される感じあるじゃん。パレットに何と何混ぜたらこの色になるんっていう、それ見たことない色使いがブワーってもう眼前で繰り広げられとって、アトムの足から噴出されるあのジェット表現ね。あれもなんかもうめちゃくちゃかっこいいし、で、なかなかこうプルートンの正体もわからんけさ、そのハリケーンの中にうごめく目ん玉だけしか出てこなかったりするじゃん。あの怖さがもうたまらんくて、もうお前らの大好きなノース2号よ。まああれ原作でもすごいいい話でさ、ブラックジャックが神を出演するなんかでも熱いんだけど、ノース2号の話って割とこう全話見終わったらより一層思うんだけど、結構異質なんだよね。ノース2号が他の6体のロボットと関わりをほとんど持ってないっていうことがあるから、あのノース2号エピソードだけ短編っぽい感じに仕上がってるのよ。だからあの話だけで一個完結してるんだよね。おじいちゃんとロボットってな、そりゃいいよ。だからあそこのね、そのノース2号がバカでかいマンタまとっとると思ったらさ、そのプルートを襲われてきたら、あの6本か何本かの手がブワーン出てくるじゃん。あれオリジナル版のアトムの方では普通に手がブワーっていっぱい生えてるってロボットなんだけど、そのプルートのリメイク版の方ではなんか武器を携えた手がブワーって生えてるじゃん。より一層凶暴性みたいなのがあって、心優しくてね、もう戦争なんか行きたくない、もう誰も殺したくないっていう心優しきノース2号があのマント剥いだら中に凶悪な武器仕込んどるっていう、その悲哀がたまらんじゃん。破壊のために作られたロボットだったんだなっていうのがあの描写で明らかになるっていう切なさも俺大好きなのよ。んでノース2号が散っていく中でね、あの音楽っていうのがこう天空に響き渡ると。であそこでまあなんとなくこの作品をつかめるというか、見とる方はさあ、こういう話なんだなってわかるじゃん。つまりオリジナル版の方ではプルートをしてんだから次々にやっていくっていう結構まあドライな描写なんだけど、今作では襲われる側のロボットしてんだから7体それぞれが残したものっていうのがキーになってると。で、劇中でね、アトムを作った天才学者天馬博士がさ、最高の電子頭脳っていうのは作るのではなくて育てるものなんだって言うんだけど、まさにそういう話なわけよ。だからサハドがチューリップを育てるっていう設定なのも多分その AI っていうのを多分意識してるんだろうけど、自分がこれまでインプットしていたものっていうのでそれぞれのロボットの人格っていうのが作られていくんだよね。じゃあそのインプットによって成長していった最高水準のAI が最後にアウトプットしたのは何なんだっていうのが今作のテーマになってるわけよ。で、ノース2号は最後音楽をアウトプットし、ブランドはね最後家族をアウトプットし、エプシロンはね最後子供たちっていうのをアウトプットしっていう、それぞれが何を残したのか、それぞれの散り際で全てがわかるわけよ。マジで切ねえよな。ね、ほんならそのゲジヒトよ。ね、今作の主人公であるゲジヒトが最後死ぬ瞬間、あのシーンマジで苦しいよな。俺だからさ、自分の中に初めてこう原作漫画を読んだ時に生まれた切ないっていう感情はゲジヒトの死のシーンっていうのに生まれたのよ。あれね、原作の方では雨の中誰にも気づかれることなくゲジヒトが倒れていくっていう悲しいシーンになってるんだけど、アニメの方ではそのロボットっていうのは血を流さないから、バッて倒れたゲジヒトの傍らにね、持っとったバラの花束っていうのがまるで血だまりのように散っていくっていう演出でゲジヒトの死を演出しているわけよ。これはマジでうますぎる。これはもうアニメならではの演出、うますぎます。オリジナル版の鉄腕アトムの方では、ごめんちょっとネタバレするんでまだの質はね飛ばしてください。オリジナル版のアブラ博士は王様にプルートを作れって言って、プルートを作っている中で同時並行でゴジっていう博士としてボラーっていうね、プルートを倒すためだけのロボットを作るわけよ。ならそのボラーを作った謎のゴジ博士っていうのがマスクバッて引っぺかしたら、それがアブラ博士っていうのが分かって、お前らったのかってなんのね。ほんならこのアブラ博士実はロボットだったってのが最後の最後にわかんのね。つまり最強のロボットを作った学者さえもロボットだったっていう、すごい皮肉なオチになってんのよ。人間というのはね、業の深い生き物で、最強のロボットを作ったらさらに最強のロボットをさらに最強さらに最強と言って、その止めどない負の連鎖っていうのが巻き起こってしまうと。それを分からせるためにプルートを倒すボラを私は作ったんです、王様目が覚めましたか
っていう教訓っぽい感じのことを言ってくんのよ。でこのアブラーと五次同一人物設定でしかもロボットっていうのをプルートーではアブラーさえも知らなかった、自分自身も自覚してなかったっていう設定でリメイクしたんだよね。あの時代はまだフィクションだったロボットっていうのがノンフィクションとも言えてしまうような時代になったからこそ、あの時代にリメイクするんだったら、まあ、ああいう形になったんだろうなと。 SF ファンタジーではなくて人間ドラマの方に移し替えたんだよね。だからオリジナル版の方ではラストね、そのロボットっていうのはある種人間の争いに巻き込まれてしまったっていう、まあ、フルートっていうね、その大量破壊兵器、彼自体に罪はないと、彼を争いのために生み出した人間が愚かなんだっていう感じのオチになってるわけよ。でもこのプルートの方ではそのロボット自身もある種自我を持っているっていう設定になってるから、ロボット自身にも罪が生まれるっていう解釈にしてるのよ。ここでもね、ゲナテクと大きな違いなんだよね。ほんでラストよ。これまでの6体のロボットが、アトム、アトム、アトムって呼びかけてきて、憎しみからは何も生まれないよっていうゲジヒトの言葉で目が覚める。あれはね、原作と違う演出になっとって、原作の方では、ゲジヒトの死ぬ間際の記憶っていうのが呼び起こされるんよ。ゲジヒトが最後にアウトプットしたのが、憎しみではなくて、憎しみから何も生まれないという悟りだったっていうのがね、あの瞬間にわかるんだけど、これもまあアニメならではだなと思ったし、まあそれぞれがそれぞれいいなと思ったんだけど、だってまあ憎しみっていう感情を持ってるからある種我々は人間と言えるわけで、でもなんかやっぱ消したいよねだし、憎しみっていう感情が消えたらより良い世界になるのかもねっていう、とかこうなんとも言えないね葛藤みたいなのを俺らに残す作品にもなってるんだけど、最後さプルートが散った後にさオーロラみたいなのが天に舞うじゃない、あのオーロラがまるでお花畑のようだっていう、あれはもうアニメにしかない演出なんよ。で、あのウランとの出会いのシーンというか、ウランと結構絡むシーンあったじゃん。あれはねオリジナル版にもあって、結構ねそのロボット同士の関わり合いもね深いんだよね。途中出てくるあのブラウ1589っていうさ、あいつも原作の鉄腕アトムの方では地上最大のロボットの後に始まった青騎士っていう人間に対して凄まじい恨みを持っているっていうロボットがいるんだけど、これを多分イメージしたキャラクターになってんのよ。手塚治虫のキャラクターみたいなのが出てきてんだよね、このプルートの方では。だからごめん、ちょ語り出したら止まんないし全くまとまらないのよ。もうごめん、すでに1時間超えてるからそろそろ終わるけど、もう誰かこの語りを止めてくれ。見た人はぜひ感想を書いてくれ。で、俺が問いこぼしてるところはぜひコメント欄で補填してください。以上、沖田由紀でした。バイバイ。サブチャンネルで最近ちょっと動画の方を出していまして、雑談動画をね、メインに出してるんで、まあ、沖田のおしゃべりが好きな人はね、ぜひサブチャンネルの方も覗いてください。で、僕月1でね、トークライブやってるんですけど、まあ、ジャキジャケっていうトークライブ、今月は20日にあるんで、ぜひともね、見てください。配信チケットは1000円と格安なんで、お楽しみにです。ポップアップショップ限定品のね、スウェットなんだけど、ええやろ。おいで、このシャツ見て！見る角度によって、アトムがこう、スケルトンになったりするのよ。ね、アトムがこう、スケルトンになったり、アトムになったりっていう。これすごくない？